皆さんこんにちは、日本クライターの川村です。今回はジオランダー AT が9年ぶりにモデルチェンジしました。初代から数えて4世代目のジオランダー AT4 というネーミングで発売されました。今回の動画ではこのような内容でお伝えしていきます。まずジオランダー AT4 の特徴、そして単造アルミホイールブラッドレイフォージド匠の特徴、さらにランドクルーザー300におすすめしたい一押しのサイズ、またタイヤ交換にまつわる素朴な疑問もプロのアドバイザーにお尋ねしてきました。そしてお待ちかねインプレッションです。オンロードではタイヤ交換前後の音や燃費の違いを検証、さまざまな路面でテストしたオフロードでは空気圧を落として走るメリットやその感触などもお伝えしていきます。ぜひ最後までご覧ください。まずはジオランダー AT4 の特徴から。 AT とはオールテレーンの略で、オンオフ問わずさまざまな路面でバランスよく走れることを意味しています。ジオランダーシリーズにはその他、泥に強いマットテレーン、高速走行を得意とするハイウェイテレーンなどがありますが、 AT の立ち位置はこの真ん中です。もう一つジオランダー XAT というタイヤがありますが、これはアグレッシブなカスタマイズを好むユーザー向けに設定された少し MT 寄りの AT です。これに対し AT4 の旧モデル G015 はややオンロードを重視したオールテレーンという位置づけでしたが、今回の AT4 はちょうどこの位置、よりオフロードを重視したオールテレーンへ生まれ変わったとのことでした。顔つきを見てもシュッとしたラインが都会的な旧モデルに対し、アグレッシブなブロックパターンがマッドタイヤのような迫力です。サイドに回り込んだブロックも存在感を増しています。左右で異なるデザインが与えられているのも特徴で、好きな方を選べるようになっています。新旧の性能イメージチャートはこんな感じです。先代モデルに比べオフロード性能や雪上性能が向上、ドライとウェット性能もアップさせながら、好評だった対摩耗性や車内外の騒音は変わらずといった感じになっています。冬用タイヤとして認められた証としてスノーフレークマークも彫り込まれており、スタッドレスタイヤほどの性能はありませんが、冬用タイヤ規制地域を走れるという利便性も有しています。これだけごついデザインでありながら、重さは全モデルをわずかに下回る値、接地面はさらにきれいに四隅まで広がり、グリップ性能も向上したとのことです。取材班が一番驚いたのはトヨタラブ4に試乗した時のことです。これまではモノコック車に LT タイヤを組み合わせるとゴツゴツ感ばかりが目立って、乗り味や音の面ではおよそ快適とは言い難かったのですが、今回の AT4 はとてもしっとりと静かな乗り心地だったのです。車の剛性もタイヤの性能もどんどん進化してきていますね。アルミホイールは 4x4 エンジニアリングサービスのブラッドレイフォージド匠、伝統あるブラッドレイ V の5本スポークはそのままに、フォージドの名の通り鍛造されてから全身をくまなく削り出されたエッジあるシャープな形が特徴です。鍛造は金属を叩いて圧力を加えることで金属組織を高密度に均一化し、高い強度と剛性を確保する製法です。ホイールのリムをよく見るとタイヤが接する部分だけが未塗装で、その真ん中が幅4ミリほど凸形状に仕上げられています。これは低い空気圧で走る際にもビード落ちしづらくなるよう意図したものといいます。バルブも岩との接触を考えて、あえて力を逃がしやすいゴムバルブが標準装備されています。全モデル車種専用設計ということで、今回はランクル300に用意された
18×8.5J のインセット52のタイプを選びました。カラーはマットシャドーブラックです。タイヤガーデンのスタッフさんもホイールの軽さと精度の高さに感心していましたが、製造元が世界のレースシーンを支える単影車と聞いて至極納得の様子でした。ランクル300の18インチの純正サイズは 265-65R18 です。外径はおよそ801mm、 ハイウェイテレーンのようなパターンです。ランクル200の18インチは 285-60R18 でしたから、外径はほぼ変わらず、幅だけが 20mm 狭くなった計算です。理由はおそらく燃費でしょう。300系は200系から車両重量を 200kg 削ぎ落としたと言われていますが、その恩恵をより効果的に生かすべくタイヤを細くしたのだと思います。ですので逆に迫力ある285に戻すカスタマイズが多いのもうなずけます。ワンサイズアップだと 285-65R18、 外径 833mm はなかなかいい落としどころだと思います。でも今回は265のワンサイズアップ LT265-70R18 を選びました。外径は 835mm、 純正比 34mm アップで、地上高はその半分、約 17mm 上がるはずです。もちろんこれは地上高と対地アングルを稼ぎ、オフローディング時のボディヒットを防ぐためです。同様の理由でサイドステップは ARB 製の頑丈なものに交換してあります。タイヤ幅を変えなかった理由は、トヨタが新型に265を採用した理由をまずは体感したかったからです。285より軽いのでバネ下荷重の増加を抑える狙いもありました。では実際に重さを測っていきましょう。まず交換前のタイヤとホイールです。重さは 30.85kg でした。内訳は純正タイヤが 17.2kg、 純正ホイールが 13.65kg です。そして交換後、ワンサイズアップのジオランダー AT4 とブラッドレーフォージド匠を合わせた重さは 34.5kg でした。内訳はジオランダー AT4 が 23.6kg、 フォージド匠が 10.8kg です。さすがは鍛造ホイールです。匠は軽さだけにフォーカスして開発したホイールではないと聞いてはいましたが、純正品より 3kg 近くも軽いので AT タイヤへの交換にもかかわらず、全体で 3.65kg の重量増に抑えることができました。それからインセット52の匠は純正ホイールより8ミリほど外に出る設定なので、265であっても285を履いているのと同じような踏ん張り感のある外観になります。もちろんフェンダークリアランスは車検上問題ありません。ちなみに今回選んだサイズはほぼ同じフレームを採用したランクル250のファーストエディションで採用されています。そのカタログにはタイヤチェーンは装着できませんと注意書きがありましたので、ランクル300でも同じことが起こる可能性が高いです。タイヤが大きくなった分、チェーンを履かせるとインナーフェンダー等に干渉しやすくなるのでしょう。東野さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。タイヤ交換するとなると、はい、必ずバランス調整をされると思うんですが、はい、どうしてタイヤはバランス調整するんでしょうか。はい、ゴム自体もそうですし、ホイール自体もそうなんですけども、やはり深淵とは言えず少し歪みがあったりとか、製造過程においてやっぱり重さのバランスですね、それがずれてる部分っていうのが必ず生じております。ですのでバランサーという機械を用いまして、高速走行時なんかに特にハンドルがぶれたりしないようにバランスを取るというのは必ず必要になってくることになります。はい、最近はホ
ホイールからバランスを測るってことをお伺いしたんですけど、それは一体どういうことなんでしょうか。はい、当社では、こだわりの一環の作業としましてですね、まずホイールとタイヤがバラバラの状態の時点でホイールのみのバランスを先に取らせてもらって、ホイールの一番重たい場所、それとタイヤの一番軽い場所、それを合わせてバランスを取ることによってよりバランスの精度を上げるというような作業にこだわってやらせてもらっています。はい、以前はバルブがついている部分が重いと言われていたりしました。最近では空気圧センサーがつくように座繰りといって削られている部分がホイールの中にあるので、逆にそこの部分が一番軽くなったりと、ちょっとホイールによって重い部分軽い部分がまちまちになっております。めっちゃバランスがいい。ホイールのバランスが素晴らしいと思います。新品のタイヤについている黄色いマークや赤いマークは何を意味しているんでしょうか。はい、黄色い点が軽点と呼ばれているもので、タイヤの中で一番軽い部分になります。で、赤い点はユニフォミティマークといいまして、タイヤの中で一番厚い部分になっております。はい、ありがとうございます。はい、LT タイヤに交換する場合、純正タイヤの負荷能力を割り出し、それを下回らない空気圧に設定するという方法が基本です。265-65R18-114V の純正タイヤが冷感時の指定空気圧 230kPa で発揮できる負荷能力は 1120kg です。ここまではその気になればたどり着けます。ジャトマのイヤーブックにも書いてあります。でもその先、 LT タイヤの負荷能力を調べ空気圧を割り出すのはなかなか難しいです。というわけで、一般のお客様は、はい、その空気圧を、はい、どのように確認したらいいんでしょうか。はい、いろいろな資料等あると思いますが、我々のようなお近くのプロショップに相談していただくのが、説明もさせていただけますし、ご安心していただけるかと思います。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、今回勧められた空気圧は前後とも300-350kPa です。かなりアバウトな値に見えますが、逆に言うとそこまでシビアに考えなくても大丈夫と考えて良さそうです。実は一度自分なりに調べて空気圧を導き出し、前後 330kPa で試したことがありました。ですが乗り味は固く、路面のうねりや段差でリアが跳ねる感覚がありました。跳ねるということは路面をしっかりつかめていない証拠。そんな空気圧では雨やダート路などミューの低い路面で効果的なグリップを発揮できないかもしれません。ドライバーの感覚も大切だと思います。というわけで結局 300kPa 付近の空気圧にたどり着きました。普段1人2人で乗るときは 280kPa ぐらいで乗っていますが、乗り味もグリップもいい塩梅です。また GR スポーツの5人乗りディーゼル仕様は結構フロントヘビーで、私は普段リアの空気圧をやや少なめに調整しています。こうすることでリアの突き上げ感が抑えられています。逆に荷物満載で高速道路に乗るような時は前後とも空気圧を高めにしています。もし皆さんが好みの空気圧に調整する場合、推奨された空気圧の1割程度、この場合 30kPa くらいまでの上げ下げを目安にしてください。上げすぎも下げすぎもよくありません。稀にトレッド両脇のブロックが減らないよう空気圧を高めにしている人がいますが、タイヤの接地面積が少ないと安定性が失われます。そしてトレッドの真ん中だけが減って、結局タイヤの寿命を縮めてしまうので、バランスのいい空気圧で走ることをお勧めします。逆に大幅に低い空気圧で高速走行するとタイヤが接地面で大きく変形を繰り返して高温となり、最悪の場合バーストしてしまいます。普段からタイヤと空気圧に責任を持ち、こまめにチェックする癖をつけましょう。ではオンロードの感触です。3月下旬に1万1000キロほど走った純正タイヤからジオランダー AT4 に交換、5000キロほど走りました。ランクル300には走行モードがあるのですが、
装備やグレードによって選べるモードが違うので、基本はノーマルモードでお伝えします。この映像は、左がタイヤ交換直前、3月下旬です。右が AT4 を履いた後、6月上旬のものです。どちらも同じルートで、都内から山梨県の富士ヶ根オフロードまで、百数十キロをほぼ制限速度で走らせています。まず音の違いです。これが交換前、首都高を時速約60キロで走っている時の音です。同じ録音専用機器の同じレベルで収録し、分かりやすくするため音を大きくしています。これがジオランダー AT4 に交換した後です。同じ場所を走っている時の音をもう一度比べてみましょう。そして中央道を80キロで走っている時の音です。カラカラいう軽い音はマイクの固定金具です。すみません。途中で大きな継ぎ目を越え、さらにその後路面が荒くなります。聞き比べてみましょう。レベルメーターで比べるとやはりジオランダー AT4 の方が全体に音圧が高くなっています。そして低音域の音圧が高めですね。でも正直言うと遠の昔に慣れてしまっています。あのアグレッシブな顔つきからすれば十分に静かだと思っています。それより新たに手に入れた走破性への期待値の方が大きいので音が耳障りに聞こえないです。むしろ頼もしい音だと感じています。次に燃費です。この2回の走行をデータで比べてみます。富士ヶ根オフロードまでの距離は Google マップで117キロ、うち8割が高速道路、2割が一般道、高低差は約1100メートルです。基本的に上りの工程です。区間燃費はスマートフォンと連携するトヨタのソフトウェアでこのように表示されます。結果 AT4 で走った時の方がやや燃費がいいということになりました。交通量の関係で AT4 の方がゆっくりめに走る時間が長く、平均速度や運転時間に少し差ができていました。その影響もあるかもしれません。いずれにせよ実験時の重量が40キロほど差があったり、天気や気温も違うので参考程度にしておいてください。なおタイヤ交換前1万1000キロの総燃費がリッター 10.1 キロだったのに対し、 AT4 による5000キロの追加走行でリッター 9.8 キロまで落ちているのは事実です。タイヤ外径が大きくなると走行距離が減り、車が散出する燃費は悪くなってしまうので、そこは覚悟しておきましょう。いずれにせよハイウェイテレーン系のタイヤからオールテレーンに交換すると燃費は悪くなるのが普通です。でも今回の実験ではそのような兆候が見られず、想像以上に燃費への影響が少ないタイヤだなというのが私の感想です。もちろん低燃費タイヤのような性能は期待しないでくださいね。タイヤ径が 4% 増えたのに対し、走行距離はたった 2% の減少。車のメーター読み80キロ時の GPS 速度も 2% ほどしか増えておらず、もしかしたらランクルの速度計は GPS と合わせた補正機能があるかもしれませんね。高速走行時の直進安定性は良好です。もともとビタッとぶれずにまっすぐ進むというより、
路面にうねりがあっても意に介さないようなおおらかな直進性でしたが、その感触はほとんど変わらず、常にリラックスしながら運転できます。何度も長距離遠征しましたが、疲れがたまることはありません。空気圧さえ決まってしまえば、いい塩梅でランドクルージングし続けてくれます。コーナーでもこれまたおおらかなハンドリングで、ガンガンに攻めたくなるような車ではありませんが、自分が思い描くラインをトレースするのはさほど難しくありません。乗り味は交換前よりしっかり感が増した印象です。一般路でも車内に侵入するロードノイズはほとんど気になりません。稀に路面や速度によってワンワンという周期的な音に気づく時がありますが、同乗者と話題にした後5秒後には忘れているような、そんな小さな音です。気になりません。タイヤを体系化したので出足の加速性能が悪くなっているはずですが、もともと暴力的な加速をする車ですので、正直それを気にしたこともありません。そしてちょっと攻め込んだ時の粘りもよく、グリップ感は十分に信頼できると思います。土砂降りの雨の中も何度か走りましたが、滑る感覚は一切なく、その安定感は特筆すべきものがあります。新品時 13.9mm という深い深い溝を持つ AT4 ですが、トレッドブロックの排水性もいいのでしょう。ランクルがヘビー級の重量を持つフルタイム四駆であることと相まって、厚めの水膜をも切り裂きながら路面をつかみ、どっしりと走り続けてくれる感覚があります。ダート路は AT タイヤが得意とするフィールドです。マッドタイヤより大きな接地面積でグリップを稼ぎ、たくさんのエッジ、つまりブロックの角で路面を蹴り飛ばすことができるので、乾いた路面であればマッドタイヤより優れたトラクションとハンドリングを提供してくれます。 AT とはそんなタイヤです。ところがこの AT4、 乾いた路面のグリップ力もさることながら、ハーフウェット路のトラクション性能に目を見張るものがありました。浅間山の黒土はキメが細かく、乾いていればさらりと滑りやすく、濡れてもやはりぬるりと滑りやすくなりますが、どちらの路面もよく捕まえます。ウェットでぬたぬたにこねくり回されたコーナーでわざと全開で駆け抜けてみましたが、横滑りする気配もなく、重量級の巨体の向きをぐいぐいと変え、コーナーの出口に向かって力強く前に進んでいきます。そしてすぐ後の直線で詰まった泥の塊を盛大に吐き出していきます。降りてみればほぼ全ての溝に泥がありません。ハイド性の良さはもはや AT タイヤとは思えないレベルです。富士金の砂利混じりの火山灰でも試してみました。狭い場所だったのでハンドルを切りながら全開というやや強引な走りをしましたが、荷重のかかったアウト側タイヤから大量の土を巻き上げながら巨体を回転させ、ぐいぐい加速していきます。カメラマン氏が横転したら怖いので抑えめにと忠告してくれたのですが、マッドタイヤのようにわずかなきっかけで路面に引っかかるような走りになりません。速度に対して少し無茶なステア操作をしても、前輪でごく自然に路面を捕まえながら後輪をわずかにスライドさせ、流れるように向きを変えていきます。もちろんこれは前40対後ろ60の不等トルク配分や、旋回加速時にさらにリア寄りにトルク配分するトルセン LSD 付きトランスファーといった最新ランクルの機構があってこそ可能になる走りですが、縦方向に強いトラクションとごく自然に横滑りを許容する横浜伝統の走りがこの AT4 にも生きていました。扱いやすいのでドライバーにも優しい、もうダートはこのタイヤ一択だと思います。 AT4 は確かにオフロードで大きく進化していました。モーグル地形は正直あまりいいテストにならないのではという予感がありました。というのも
タイヤより車、とりわけサスペンションとトラクションコントロールの性能がものを言うテストで、なおかつ300系の性能がとても優れていたからです。というわけで、歴代最強とされてきたランクル80のホイールアーティキュレーション、つまりタイヤの浮きづらさを初めて超えたと言われる300系の足の動きをご堪能ください。タイヤの空気圧は300キロパスカルのまま、より難度の高い上り方向に走っています。ここで限界に達しましたね。でもデフロックは必要なかったようです。これは私の意見ですが、自動車メーカーは新車装着のハイウェイテレーン系のタイヤに合わせてトラクションコントロールをチューニングしていると思われます。ですので時にマッドタイヤ系ではトラクションコントロールの効き方が過剰に感じることがあります。要はもう少し自分の腕を楽しませてほしいと思うことがあるわけです。その点 AT タイヤはというと、こういった凹凸地形や泥場でタイヤが空転気味になった時、ちょうど助けてほしい時に介入してくれます。AT4 との相性もとても良かった印象です。オフロードを走る際、タイヤの空気圧を減らすことで接地面積を増やし走破性を上げるという手法がよく知られています。もちろん空気を抜きすぎると大きな荷重に耐えづらくなって車が傾きやすくなったり、タイヤが変形しすぎてホイールから外れやすくなってしまったりと、デメリットの方が大きくなってしまいますが、もともと丈夫に作られている LT タイヤの場合、空気圧を少々抜いても車重プラスアルファの荷重を支えられるだけの張力を維持しながら接地面を効果的に広げることができます。というわけで今回、音感で310キロパスカルだった空気圧をその4割減の180キロパスカルぐらいにしておきます。はい。さて、接地面にどのくらいの違いが出るのか、右前輪で比べてみましょう。タイヤを下ろしていくとサイドウォールが膨らんでいくのがわかります。これが310キロパスカルのフットプリント、これが180キロパスカルのフットプリントです。左の方がかすれ気味なのはインクの量の問題です。ざっと見てはがき 2.5 枚分から4枚分くらいまで広がった感じです。 2.6 トンの車を支えながら4割もの空気を抜いて、この程度の変化とは恐れ入りました。さすがは LT タイヤです。とはいえ180キロパスカルという値は指定空気圧の230キロパスカルから2割を引いた数値です。横浜の技術者からは、ジオランダーシリーズの LT タイヤは同シリーズの PC タイヤと構造上変わりませんと説明を受けましたが、これなら確かに指定空気圧でも普通に乗れてしまいそうです。ですので高い空気圧でより大きな荷重に耐えられるタイヤという意味で、エクストラロードタイヤと同じカテゴリーで語られてしまいがちですが、ジオランダーシリーズの LT タイヤはオフロードで空気圧を落とすことに関して言えば少し寛容なタイヤだと考えていいと思います。ではまず310キロパスカルの走りから、ロック地形の最後のハイライトだけお見せしましょう。タイヤ交換によって最低地上高が計算上24センチくらいになったランクルが、しっとり濡れた岩場を車任せのクロールコントロールでゆっくり登っていきます。ここで右前輪と左前輪が同時に段差に当たりました。ラインを変えて登ります。次は180キロパスカルの走りです。路面がなだらかになった感じがします。
ただ車体は左右にゆらゆら揺れます。踏ん張りはなくなった感はちょっとあります。だけど路面の凹凸がなだらかになった感じがして、全くタイヤが滑らないですね、同じとこ走ってるのに。何事もなかったかな。あ、今のところもほとんどスリップしないで登りましたね。やっぱり空気圧を落とすと路面への食いつき、岩への食いつきがすごくいいです。効果的ですね、やっぱり空気圧を落とすっていうのは。いかがでしたか。空気圧が高いときは岩に跳ね返されたり、濡れた岩肌でスリップしたりしていたのですが、空気圧を下げると岩を包み込むようにタイヤが変形し、岩をわしづかみにしながら登っていくのがわかります。そしてショルダーからサイドウォールまで回り込んだ分厚いブロックパターンがタイヤを効果的にガードしていることもわかります。でもこのようにタイヤが大きく変形を繰り返すと、タイヤのゴムや内部構造にストレスがかかります。ですのでそれを理解した上で皆さん個人の判断で行ってください。ビギナーの方であれば LT タイヤで2割から3割マイナスの空気圧から始めてみるのもいいかもしれません。なおランクル300にはアクセルペダルやブレーキペダルを踏まなくても、凹凸の大きなオフロードをゆっくり一定の速度で走れるクロールコントロールという機能があります。最後のヒルクライムのテストではこれを使って空気圧による違いを検証していきたいと思います。それではヒルクライムトラクションを確かめてみたいと思います。ローレンジに入れます。そして、クロールコントロールを入れます。まあ、条件を一緒にするために機械のスピードで2回とも測ってみたいと思います。路面はハーフウェットですね。クロールコントロールの速度はこんな感じに5段階で選べます。この坂は25度とかなり急ですが、路面がフラットなのでスピードを上げて進入すれば勢いに任せて登れてしまいます。エンジントルクとギア比の美味しいところを使ってさっさと登ってしまうのが正解です。そしてこの方が安全です。逆に言うと遅く登るのが難しい坂なので、最初のトライでは4段階目のミッドハイを選びました。正直これでも遅すぎます。エンジンのトルクやギア比、タイヤのグリップ性能など総合力が厳しく試されるはずです。速度表示は時速5キロぐらいですね。クロールコントロールの4段階目、こんなに遅くて登れるのかな。まあタイヤのトラクション、グリップを確かめるにはいいと思います。クロールコントロール、アクセルもブレーキもいりません。滑ったりはしている。滑ってるけど登る。何の難しさもないね、これ。ではこのまま、クロールコントロールの、じゃあミッドで降りてみましょう。この坂を、25度以上ある坂を、2.5 トンある車をしっかり支える。でもさすがに滑ってますね。うん、これ覚えときましょう。坂の中盤一番厳しいところでクロールコントロールのミッドで滑るところがあった。まあでも大したもんです。これオフロード走るには十分なトラクションですね。それではクロールコントロール、先ほどちょっと早くしてしまったので坂にへばりついたらクロールコントロールの一番遅いローで登ってみたいと思います。
この坂をそんな速度で登ることができるのか。ちょっと坂の中盤まではクロールコントロールを早くして、はい、この辺からじゃあクロールコントロールの一番遅いのにしてみましょう。いくらなんでも遅すぎだね。2段階目にしました。この坂をこの遅さで登るっていうのは相当、うん、滑るね。今前輪が滑った、後輪も滑った、滑ったけど構わずトラクションコントロールで登っていく。滑ったね。この坂を速度で登るのはランクといえどきついんだな。 OK、 わかりました。はい、うん、これで後で空気抜いてどう変わるか確かめてみましょう。フローコントロールちょっとスピードつけた方がいいね、こういう坂は。あんまりこうやっぱり坂の斜度に対して遅い速度で下ろうとすると滑るので、適切な速度を与えた方がいいと思います。今の場合は途中からクロールコントロールの5段階目にしました。そうすることで、車体がちゃんと下に行く方向働いて安定しましたね。そしてさっきはクロールコントロールで降りたんですが、クロールコントロール使わないで4ローのエンジンブレーキで降ります。2度目のヒルクライムで路面を荒らしてから坂の上の方で車の姿勢が斜めになるようになってきましたね。上りも下りも遅すぎる速度では少々危険になってきました。というわけでこれが最後のテストです。空気圧を180kPa まで下げた AT4 がどんな走りを見せてくれるのか見ていくことにしましょう。ローレンジに入ってます。そしてクロールコントロールにして、クロールコントロール今最大、ローレンジの最大5番目で登ってます。ここから遅くしますよ。スリップが少ないですね。登るのかっていうかスリップしない。空気圧を減らした効果絶大。この速度で登る、ほとんどスリップしない。これが LT タイヤの醍醐味ですね。いやーすごい、すごい安定感のある登りでした。まあ、車は左右にやっぱりフラフラするので空気圧が少ないことによって、なのでこれで先ほどのようなダートの高速コーナリングをやるのはやめた方がいいかなと思います。車の踏ん張りが効かなくなるし、下手するとリード落ちしちゃうかもしれないんで、じゃあここもクロールコントロールの、真ん中ぐらいの速度で降りてみましょうか。はい、これで滑らないで降りられるのかな。さっき結構ね下り滑りましたよね。うん、ここが一番斜度があるところだと思います。あーでも車の姿勢が流れない。空気圧を抜き、接地面積が増えるとこうなるんですね、車の動き。安定して降りられてますね。もう十分坂下ってきたので速度を上げていきます。最後は
クロールコントロールオフにしちゃって行っちゃいましょう。おしまい。おい、お疲れ様でした。おい、やっぱ空気圧下げるだけでだいぶ違いますね。全く違った。面白かった。なお、オフロードで空気圧を下げて走ったら、近くのガソリンスタンドなどで空気圧を適正値に戻してから帰りましょう。間違っても低い空気圧のまま高速連続走行などをしないようにしてください。空気圧が低いままだとタイヤのゴムが接地面で大きく変形し続け、最悪の場合バーストしてしまうので気をつけてください。いかがでしたでしょうか。新しくなったジオランダー AT4 は、そつのないドライ路面の性能はそのままに、ウェット路面や雪上、そしてオフロードの性能をぐっと向上させてきました。まさに全ての地形という名にふさわしい性能になったと思います。最後に、最近増えている脱輪事故に対してユーザーが気をつけるべきポイントをご紹介しておきましょう。最近、はい、走行中にタイヤが外れたというニュースをよく目にするんですが、はい、ユーザーとして気をつけるポイントを教えください、はい。ご自分で作業される場合も、またこういったショップに頼む場合でも、各お車によってナットの締める規定のトルクというものが、車種別に決まっております。そのトルク管理ができていないと、やはり、ナットないしボルトを傷めることによって脱輪する可能性があります。ですので、規定トルクで締めれるように必ずトルクレンチを用いた作業が必須となっております。個人でされる場合もトルクレンチの方を準備して作業していただければと思います。また我々プロショップの方では、トルクレンチを使った作業プラス、当店ではオリジナルで、トルクルといった、電気的に締めたトルクをデータとして残す、機械も用いて安全に徹しております。ありがとうございました。はい。